バンダイナムコホールディングスバンダイスピリッツバンダイホビーセンターバンダイホビーセンターバンダイホビーセンターは静岡市青区にあるバンダイスピリッツの事業所兼工場2006年3月1日に旧静岡工場より移転稼働を開始した同社が販売しているガンダムシリーズのプラモデルの国内唯一の製造拠点であるバンダイホビー事業部はもともと 静岡市清水区にあった静岡ワークスでプラモデルの設計、製造を行っていた。静岡ワークスは当初今イ井イ科学の模型工場であったが、今イ井イ科学の経営悪化に伴い1969年に同社より建物設備を買い取り、サンダーバードや昆虫等のプラモデル製造を開始。1980年からはガンプラの製造を開始し、以後、 バンダイのプラモデル事業の最重要拠点として稼働してきた。2004年、ホビー事業部の佐々木克彦がホビーセンター建設構想を社内で取りまとめ会社に提案した。提案の目的は、拠点の集約化を行って、生産、改善等のスピードアップを図るとともに、社員のコミュニケーションを深めることであった。提案は承認され、翌2005年に、 日東某静岡工場は土地である現在地を静岡県土地開発公社より取得、建設が開始される。2006年2月、バンダイホビーセンターが竣工し、静岡ワークスの移転と同時に、それまで別建物だった成形工場、金型工場といった製造工場をすべて集約した。合わせて製造ラインもほとんどが自動化され、製造効率の向上が図られている。 建物内にある製造ラインには、東芝機械と共同開発した、世界で唯一の4色多色射出成形機が17台配備され稼働している。この多色射出成形技術は、バンダイの特許となっている。ちなみに、この成形機が1、60プラモデルとして販売された。バンダイナムコグループの再編に伴い、2018年4月1日に、バンダイから新会社、 バンダイ・スピリッツへ移管された。現在はバンダイ・スピリッツが展開するプラモデルの企画、開発、試作製造をこの建物内で一貫して行っている。国内唯一のガンプラ製造拠点として、機動戦士、ガンダムの世界観を随所に取り入れている。一例として、建物外壁の高さは、初代、ガンダムの高さと同じであり、壁面には、 同作品に関わるエンブレムやイラスト等が掲出されている。製造ラインにおいても、プラモデルの部品を製造する射出成形機は、ホワイトベース、自動搬送機は、ザクやシャー専用ザクを模した装飾がそれぞれ施されている。従業員は、全員地球連邦軍の軍服を模した作業服を着用しており、袖には、社内の役職に応じて、階級賞が付けられている。 他にもガンダムへのこだわりが徹底しており、同作品のファンや特にガンプラの愛好者からはガンプラの聖地と呼ばれることもある。またアニメ、ケロロ軍装に登場するガンプラ工場は、静岡ワークスやバンダイホビーセンターがベースとなっている。世界観へのこだわりだけでなく、環境対策にもこだわった作りとなっており、壁面に太陽光発電パネルが埋め込まれて、 施設の電力の一部をまかなっているほか、雨水や地下水の再利用システム、ゼロエミッションの実践など徹底して、環境負荷低減に取り組んでいる。施設の一部は見学できるようになっており、1階エントランスには1979年から、ホビー事業部で発売したプラモデルの展示コーナー、2階は実際の製造ラインが見学できる通路や、店舗の陳列サンプルが設置されている。 プロモーションルーム、過去の貴重な資料が展示されているアーカイブコーナー3階は実際に従業員が勤務している事務室や試作用の光図をケーキ、エデンなどを見ることができる。見学は日時定員指定の完全予約制であるため毎回見学希望者が多数に上り抽選になるほどの人気となっている。2008年5月17日から18日に 開催された第47回静岡ホビー賞に合わせてパブリックビューイングと題し2日間限定で初めて1回及び2回の一部の見学コースが一般開放された。翌年の2009年5月16日から17日も第48回静岡ホビー賞に合わせて一般開放されたが2010年以降は行われていない。2018年現在、 ガンプラの金型はすべて保管されており、最初の製品であるガンダムの金型も良好な状態が保たれている。2020年12月1日からバンダイホビーセンター敷地内で稼働した工場、成形建屋、多色成形機6台を増設、建設計画時の約1.4倍の生産が可能となる。2020年11月新幹新設時点、ありがとうございます。